僕はね、車をね、買ったんですけどね、そうなんですよ。まあ、やっぱそのね、後輩にも夢を与えなあかんっていうのもありますし、もまあう、まあ、ね。10年やったら車買えるんだぞっていうね、まあ、長いですけどね、10年から。それは普通のサラリーマ普通のサラリーマンやったら、まあ、2年目にはもう買えますけども、まあ1年目でも買えるか、別に。まあ、買おうも無理買えしたまらすね、よ。別に。全然買える。車買ったんですけどね、車、もう欲しいやつがもう、僕、車が欲しいんじゃなくて、その車種の車が欲しいんですよ。イニシャル D とかね、漫画のね、その主人公が乗ってるやつあるんですけど、走り屋の豆腐屋のあれが入ってるやつ藤原豆腐店みたいなの書いてるやつの、わかりますかね、若い女の子わかれへんのかな、まあまあどうかな。まあ、とりあえずめっちゃイカすやつなんですよ。白黒イカすやつ。生かすかどうかそれお前が決めてるだけやから今。いやもう生かすんですよ。それ決まってるんです。生かすっていう。生かすデザインっていうみんなが言うね、生かすな。生生かかすすっていう言葉が古いねんけど。いやでもその車種とかが好きな人はやっぱ40超えてる人とかがやっぱ全盛期の時やから、今ね、今40歳超えてる人とかその時の人が全盛期やから、やっぱ見た時に「生かす」みたいなことを言うから、その時の言葉でちゃんと言わなかった。なるほどね、まあええけど、生かすやろってなんねん。ほんで、そのなんつったんですかね、結構カクカクの感じのね、車のやつの走り屋のやつで、もうだから店行って探す時も古いやつしかもうなくて、中古ばっかりなんですよ。もう25年前なんで。新車が出てないよね。新車がもうとっくの昔にもうないと。25年前の車なんで。ほんで、なんかいろいろだから店何軒か行って、ほんでそこの、カローラレビンっていうのとスプリンタートレノっていうライトが種類ちょっと違うやつが2種類あって、そのイニシャル D の方がスプリンタートレノで、で僕が買った方が、カローラレビンの方ですね。ついてきてます今。大丈夫ですか？パカッて開く方がトレノです。で、ライトがね、パカッて開く方が、トレのね、で、このままこうシュッとこううって表現の仕方。いやでもほんまに前から見たらほんまにこんないねん。めっちゃかっこいいね、イカすね。ほんまにイカすもええわ、イカすええわ。めっちゃかっこいいね。もうカックカクが好きやねん、結構俺。やっぱ流線形結構カクカクが好きで、カッカッてライトもカッカッてなってる。その1個の車の種類で、そのライトレビンと、そうそうそう、何トレノ、レビンとトレノ。そう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 。西森はトレノ、レビン、レビン、カクカクの方ね。そう、漫画の影響でトレノの方が値段がめちゃくちゃ上がってるんですよ。すぐビューッと第3次全盛期みたいなの来て、めっちゃ高いんですよ。ええやつもう200万円以上するんですよ、中古で。中古で、はい、これ高いね。僕買ったやつ50万ですよ。バイク買う。知らんが不意気味で自分で突っ込むなよ。バイクか。俺めっちゃ車買うんだよ。よく考えたらバイクの値段やんけこれ。なるほどな、と思って車買う。そうそう、だからさ、あんま大げさにせんとこうと思って、よく考えたら全然値段的にね、車は車やそう。探してたらもうすごいんですよ。もう初めからドリフトできるようになってもうてるとかも。中古やから前乗ってた人が。そう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 、もうみんなファンファン走りたいんですよ。ファーってみんなわーギャギャーってみんなそんな走りたい人ばっかりが乗るような車なんで、んでもうパッて開けて、うわこれなかなか綺麗な思って、普通にパッてこうフロントの方からこう覗き込んで、おーこんな感じかみたいな、横からこう運転席どんなんかな、パッて見たら運転席だけ椅子ちゃうとか、こんな。わかります、このそんな、なんかその走り屋の人が乗るようなバケットシートみたいな、すっぽりはまる、そうそう、すっぽりはまるやつ、ズボッとはまっても全然動けへんねん、横にも、そういう感じの、めっちゃ快適にそのなんていうの、ドリフト走行ができるっていう。すごいの、知らんやろ。普通の、だから普通のやつは普通にこうスポットこうなるやん、こうなってこう、こうぐらいこうな、でセミバケットとかちょっと後ろみたいな、たまにすごいやつはここ、こんなやつある。あ、もうここが動かない。ここヘルメットかぶったサイズでちょうどなるように、俺ちょっと開いてて、ヘルメットかぶったらカチッて止まんねん、ここで。もう目視なんかできへんやん。目視できへん、もう目視なんかでもする必要ない、抜かすだけやから。いや、そうやね。いや、ちゃうやん、それ。走る場所行くまではちゃんと走らなあかんやん。まあ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 、走る場所な、分からんで、そのドリフト、山道とかまではゆっくり行かなあかん。まあまあ確かに行かなあかんけど、抜かすだけ、抜かす、いつでも抜かすことしか考えてへんから、何人たりても俺の前を走らずに。何今の棒読み。
これはあの F1 の方のやつの F で、ほんでなんか探したらすっごいのありますねみたいな感じになって、椅子全然ちゃうやんけって、あとガチャってバッて開けたら椅子だけ赤って椅子、俺のこの乗るであろう運転席だけ赤やんとかめっちゃあるんですよ、ヨウさん、ほんでうわあれめっちゃ綺麗と思って行った店でね、違うまた違う店行って、うわあれめっちゃ綺麗って、安しかもと思って、うわこれめっちゃええやんみたいな感じでバーッと見て、うわ全部ホイールも結構古めのかっこいいやつが入ってて、なるほど、うわ思って、もうなんかちゃ分かんねん、もういっぱい見てるから、う古いのに綺麗やつは綺麗やん、もう、うわこれめっちゃ綺麗やんって、うわこれ綺麗やんってパッて後ろの座席のとこ見たら、鉄の棒ビュンビュンにこう車がよじれないようにロールっていってこうグーッとね、剛性を高めるためにこのね、車自体が昔のやつがちょっと弱いから、なるほど、だから後ろの座席のところへんに鉄の棒がバシッバシッってこうボディを強化するために入ってるんですよ、こうならへんよ、ね、そうグニャってねじれへんように、ほんでバッて斜めに一本長いのがボーン入れたりするんですよ、ほんで入ってて、と思ってめっちゃ入ってるやんこれ棒一応座ってみようかなみたいなこれでも後ろもうほぼ座らないよなみたいな、パッてこう後ろの左側のとこにこっち壁ね、うん、でこっちもう一人座れてパッて座ったら、うん、鉄の棒ここにこうそらあかん、だから二人乗りなんですよ、なるほどな、もう別にそういうのは走るためにそう、うん、改造してるわけやから、そうなるほど、そんなそうだから僕の買ったやつもなんか後ろのだから一番後ろか、うん、テールランプ後ろのブレーキ光るところランプの上のところぐらいに幅がこれぐらいでこれぐらいの羽ついてますビヨンそれ横だなそれで後部座席の後ろは鉄丸出してでないねん、なんでそれ買ったん、絨毯生地が全然貼られてないねんえそれその綺麗で鉄の棒のやつの鉄を取る方が安かったんですか、そやねんそれも思ってん、いろいろ2回行って同じとこそれ、2回行ったとこもあるんですよ、2回行って、ほんなら売却済みになってて、ああなるほどな、綺麗から、もう右利きのやつは分かるから綺麗と思ったら結構速攻で買うんねん、まあそうやな、安いから、まあ、外して自分の好きなように改造していたいだけっていう、いやでもあの感じやとそのまま乗る夜出てる絶対のすっごい羽飛んのもだから俺ね、うん、俺羽いらんわー思っていやいらんやろそれ、俺はなぜこんな大きい羽をつけたまま走らなあかんのかって自分でちょっと思ったんですよ、うん、かっこいいのはかっこいいんですけど、ま、ちょっと質ちゃうね、なんかちょっとヤンキーチックになるから、うん、なるほど、羽はノーマルのないままの方がええなと思ってて、取ったら何もかかるんですかみたいな言うたら、もう直接ボディに穴開けてるからもう4万ぐらいかかりますみたいな、うん、羽そのままで取れ取れお前、後で取りたかったいつでも取れるし別にええか思って、ダッサいよそれ、取らへんで意外と、そう分かってんの俺もそれ言われるの、絶対取らへんで、絶対俺も取れへんと思う、あともうええかみたいな、取った時のそのカーブのこの風のね空力がありますから、カーブとかの時に後ろタイヤの設置能力が高まるわけですよ、羽があれば、でもなかった時にちょっとブレたり、ちょっとキュッてもうまあビューッなもんですけど多分ね、そのなかった時の寂しさみたいなんでもう一回つけるかもやっぱりどうなりたい、それを買うということは、うん、何その山道を攻めたいの、まあまあその法定速度は守った以内でね、うん、あの軽トラでもミッションでわーって普通に走ったらめっちゃ楽しいんですよ、うん、それよりももっと倍さらに倍ぐらいの楽しさを求めたいんですよ、うん、軽トラでも全然山道普通にミッションで走ったらめっちゃ楽しい、何が楽しい、全然スピード出えへん軽トラなんか、うん、めちゃもうなんかすっごい操作してますみたいな感覚があってすっごい楽しい、なるほど、こうしたいのこうしてこうしてこうしてギアチェンジをしたいだけ、だからここそうですね、ここにこうなんかこうベルトみたいなんで、ここ機械みたいなこういつもつけときたいバンド式のやつ自分動かしてるみたいになるやん、もういやもうつけ、それ恥ずかしいやん、恥ずかしい、あれなんなんてなるやんだからつけてないだけであんまつけたい、別につけたい、今はだから1やったらゆっくり歩くで2やったらビューいきなり5入れたらググ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 グそんなやつ嫌やわ、いやだからこう普通に1でこう行こう思ってる時に勝手にこう人にこうって5にされたりしたら「もうなしやろお前」ってなる
じゃあそれぐらいそのミッションっていうのに憧れててすっごいもう乗りたくてしゃあ。いやでもいろいろあるやんミッションの車でも。あります。スカイラインとか。そう50万ぐらいで他は選択肢いっぱい、うん、そうあるやろ。うん、シビックとか。そうそうそう、シビックが。そうシビックが。そうシビックも売ってて、めっちゃ綺麗なシビックが売ってて、それも走り屋の感じで、うん、すっごいかっこいい感じの。シビックなんか結構かっこいいやんか、うん、めっちゃかっこいいやつや、うん、あって、それはでも60万ぐらいかな。うん、でもエンジン自体もホンダのエンジンやからめっちゃ、うん、ね、いいエンジンだよな。めっちゃいいね、うん、あの VTEC やつがめっちゃいいね、エンジンが、うん、ほんまに、うん、もうそのシビックタイプ R って書いて、赤の R って書いた、まあ、街中走ってるな。まあみんな乗ったことあると思うんですけど。ない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 、何の回やこれ。走り屋の回になるから。タイプ R って言って、その R がついてるやつはもともと速く走るためだけに大量生産しましたみたいな。お、あれなんて2000cc かな、 2000cc で、うん、1000cc だからリッターあたりみたいな言うやんよ、うん、リッターあたりの馬力が、うん、112.5 馬力あるんですよ。いや分からへん、今の全然分からへんかった。225馬力 2000cc で考えられへんで、そんなに。いやもう声でかいの。 2000cc で225馬力なんか出すの考え、うん、だからもう普通の F1 よりもピストンの動きが速いぐらいの大量生産なのに、それぐらいのスピードでピストンが動くっていう、ものすごいいいエンジン、うん、そのタイプ R のタイプ R のエンジン ね、はあはあ、それまあそれはめっちゃすごいけど、それじゃない、もう一つの普通のやつも結構すごい、はあはあ、まあ黄色やけどな、あの車。さすが中古やな。そのめっちゃ分かんない、それもいいね、いいね、分かんない、分かんないけど、でもそっちやね、だからボロボロしかないね、いろんなとこ行って見たけど全部古いね、もう、はあ、でもう決める、これ買いますと、半年いいでしょうってなって。いいでしょうならんけどな。バンパーグラグラなんはどうすかこれ、これなんすか。いやそれもな、それもなんでそれを買うの、中古でももっと選択肢あって、うん、それがまあそれがええにやろうけどな、うん、ホンダの何トレノかレビンかなんか知らんけども、はい、あもう、トヨタか、トヨタのな、うん、でシビックがある、はい、スカイラインもある、スカイラインとかね、なんやシルビアとかね、いっぱい、シルビアめっちゃええのいっぱいありますよ。なんでそれな、だそれが僕は車が欲しいんちゃうねん、それが欲しいねん。それが欲しいねん。いやこうしたいだけとかも言うてたやん。でもちゃうねん、軽いねん。重さが全然ちゃうから。下にスカイライン1トン切ってるから、俺の車は900キロぐらいしかないんですよ。いやそれがいいかどうかみんな分からへんよ。めちゃめちゃ軽いから。軽いの求めてないから。1500キロ以上とか普通ですよ、もうそんなんね。いやその車が重いのがいいか悪いかなんか分からへんねん。軽かったらなんやねん、ほんなら。そうバスとかね、バス運転しててぐー曲がってるみたいな感じの、こううわー曲がってると、あこうもうなんかバス感がすごいよ、もう。あーもうなんかなんやろ、普通にちょっとなんか なんつったんやろ、カラーパイロンみたいなね、 あの工事現場のあんなんとか、ちょっとね鉄格子みたいなとか、あんなんちょっと当たろうがバイみたいな、そのまま行く感じあるやん、あんま関係ないやみたいな。バスはバス感は、それがバス感。バス感。えら勝手に言うてるな。ペキー、おお、なんか当たったかみたいな。まあ、みんなうまいか当たらないですけど、バスの運転手。まあ、すごいやん。うん、ほんであとこうブーンって踏んでバスね、うん、ブーンって踏んでギューってなって、こうちょっと段差とか行ったらグオーンウォーンになるやんか。あ段とっくに終わってんのにずっとウォーン。関係あれへん。ずっとバス主体で動いとんねん、あれ。それはでもお客さんを乗してるから段でガンってなってこうなるよりは、それはない、ゆっくりこうなってる方がええからとか考えられてる、バスは。そうバスの、だから僕が逆が欲しかって、欲しかったから、だからその僕の言ってる車は足とかも言うたら、その何レーシング用のちょっとええやつが入ってるから、足じゃあサスペンションね、タイヤン つけるとかね、バネバネとか、そうそう、ちょっと固めのやつ入ってるから、もうちょっとの段とかでももうガン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 ってむっちゃちゃうんですよ。そんなんちゃう、そんなんちゃうっていうか、あのそれを言いたかったんじゃないね、あのそのバンパーどうですかみたいな、それはもう直しますみたいなとかね、うん、そんなんも全然ちゃんと綺麗にできますからね、できんねんな、あ、そう、終わりましたみたいな。ほんであの普通にエンジンを効かしてくださいみたいな感じで、うん、でエンジンちょっとどんな感じですかみたいな感じで、前のとこボコーッと開けて、うん、ほんでエンジンこんなんさ、キュ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 みたいな、わーって言って、ほんでちょっと吹かしてみましょうかみたいな、店主がこう半ば入ってこうね、ワーンワーンってむっちゃかっこいい音、ワーンワーンワーン
で、でバーンって、こんな感じですわみたいな、一応車検通るような状態でしか絶対に出せないんで、なるほどね、ナンバープレートを取得するのに、うん、だから全部いけるような状態にもしなってなかったらすぐしますしっていう状態で、で音も大体これは全然通るやつですわみたいな、うん、ちょっとうるさいけど全然通るやつですみたいな、ふわんふわんふわんやって、ほんで2人でこんな古いですけど普通にちゃんと長いこと持ちますかねって、長いこと乗りたいんですけどねみたいな、まあ、全然まあそうっすねみたいな、このボンネット開けてエンジンのわーってかかってる前でこう喋ってたら、なるほど、煙出てきてるのほわマジやで、こうだから今こうや、こういう状態、天使俺やんか、見てて、ほんでちょうど今こここうなってます最後の最後の鳥でエンジン、エンジン振るか振るかって動かへんかったらどうしようもない、変われへんもう、最後の鳥でエンジン振ったりとかって見て、見てて、あれとあれ煙出てきてんだ、あ、ほんで腐っとゴムが焼ける匂いみたいなのがうわ、完全にあかん匂いやん、それも初めタバコ1本分ぐらいの煙がうわーだから、うん、まあ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 普通になんかエンジンとか回して何かが熱くなれば鉄の表面についてた油とかがちょっと蒸発してシュワーって上がってるだけなんかなと思ったら、ちょっと2、3本分ぐらいのタバコタバコ2、3本分いたらまあまあですよ、もうそれはもうだいぶ出てきてるよ、で僕普段からよう言うてるんですけど、もう一回こうやと思って、まあ、集中力が高いって勝手に自分で決めつけてるんですけど、一回こうやと思ってバッてこうなったりしたら、もう煙も見えてるけど、何も ほんまに何も見えへんなんねん、だから二人とも頭に煙ちょっとかかってんねんもう、でも俺はエンジンから煙出てるけども、これも他のすぐ直してくれれば、別に僕が乗る状態までに綺麗に直してくれたら全然いいわと、これどうせ古い車ばっかりやし、でさっきもその店主もそういう風に言うてたし、なるほど、あかんとかお互いこの相談し合いながら値段とか考えながら直していきましょうみたいなこと言うてる人やったから、あまあええわ思って、俺これエンジンとかでこれ煙で、まあ別に直してくれたらええけどな、でも直せだったらどれぐらいかかんだよなと思って、その僕は自体はもうこの車が欲しいしもうええから、でもその値段よりもしかしたら直すことによって上がってもたりしたらちょっとそれはちょっと嫌やな、でも直してくれれば全然ええねんけどなってめっちゃ考えるよずっと煙か顔にかかってんのに絶対言うけどな俺やったら、ああこれもうすぐぐらいにシュワって出てくる、うん、あれこれ煙出てますけど大丈夫ですかって絶対言うけど、じゃあだから見えてへんねんもう俺、それ煙出てくる直してくれたらええっていうのあるから、もう欲しいねんもう直したやつ欲しいねんもうで店主も顔あたりで煙バーなってて、ああ1分ぐらい2人で黙ったまま待ってなんでやん